皆さんこんにちは、えりこです。今日は JLPT N1 レベルの擬音語・擬態語を紹介します。うとうと、眠くなる様子や少しの間浅く眠る様子に使います。例文です。昼ご飯を食べた後はいつもうとうとしてしまう。昼ご飯を食べた後はいつもうとうとしてしまう。電車に乗っている間にうとうとしていた。電車に乗っている間にうとうとしていた。猫が日当たりのいいところでうとうとしている。猫が日当たりのいいところでうとうとしている。どうでしたか？皆さんもご飯を食べた後、仕事をするとき、勉強するとき、うとうとしてしまいませんか？私はバスや電車に乗っているとき、よくうとうとしてしまいます。2022年4月から、JLPT N1 レベルの文法を勉強するオンライングループレッスンが始まります。詳しくはえりこ塾のウェブサイトからご確認ください。それではまた次のレッスンでお会いしましょう。